どうも、ミルクサッカーアカデミーミルアカ、井上真でございます。どうも、6年目も遺跡探偵やっていきます。の、ミルクサッカー探偵。遺跡探偵、ありがとうございますいい今日もそんなお話なんでしょうか。ということで、6年の目のミルアカどう、ど、<laughs> <laughs> 噛んじゃった。<laughs> 記念すべき日に噛んじゃった。<laughs> 恥ずかしい。<laughs> はい、はい、こちらでございます。え、えっとえーえー はい、冬遺跡候補欧州プレイヤー10戦ってことで、はい。よくやってる10人解説する遺跡系の動画ではあるんですけど、まぁ、あ、さん、はい、ちょっと竹ちゃんに、へえ、いろんなチームが、ちょっともう、すっすと手を伸ばしておりますそ。そうでしょうけど、この書いてあるようなロゴのところはすごいとこじゃないですか。うん、そうですね。MVP ですかね ?8 月のラリーガの。9月のね。ね9月の、はい、ね。 その MVP カード手に入れちゃいました、私ね。とい FC24 でね。さあ、一体どういう話になのか、そして他の選手、一体誰がいるのか、ちょっと見ていただければと思います。色はこわもいきやっております。チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。6年目もよろしくってことでいきましょう。はい。まあ、今さもこれちょっと知っていただきたいのとしては、代表戦の前後って結構、遺跡の話、続々とあったりするんですよね。代表戦 ちょうどほらこれから代表戦始まるでしょ。マッチデーの前後ってことそうなんですよ。ああああっていうのは、うん、ほらあのチームとしての活動がなくなるからなんかそこら辺でちょっとなんか遺跡の話が漏れて聞こえてきたりだとかってことがあるのと、うん、あと人によってはあの飛行機の中でなんかお話とかってこともあるみたいですよね。ああなるほどそう。だからそこでなんかだんだんちょこちょこ,ちょこっと動き始めたりだとか。 なんかいいいろろあるらしいです退人がもらえる設けられるお金を考えたら飛行機代横を並走するぐらいへでもないってかそういうことでしょうね。別に行く必要のない国に一緒に行くぐらいへでもないってかえでもねえだろうね <laughs> きっとね稼ぎでいらっしゃいますなはいということで今日はこんな10人のことを話していきたいと思います。はい、まずはメッシさんです、ね、えー、動く ボールーちょっと待って、プレイオフ進出を逃したため、シーズン終了、アメリカの、はい、はい、終わりました。え、そんな感じなのあの、1位とかじゃなかったんで、インテルマイアミ。うん、はあ。うん。あの、終わりました。お終わってやってんだ、途中シーズンで。あの、ついこの間ぐらい。へえ。ー。あのー、だ J リーグよりちょっと早いぐらい。<laughs> ちょっと待って同じような感じだこれは結構、未来永劫というか、引退までここで楽しくやるんだと思ってたんだけど。うん、いや、なんかね、うん バルサさんの方が、はあ、いわゆるのほら財政面がいろいろ問題があるから、うんはあ、バルサ行けなかったんですよね。そうですよね払いきれないからっいついこの間の夏はメッシも取れないわ他ももんかいろいろ吸ったものでいろいろあったんだけど、うん、今回こそは大丈夫そうだみたいなことで今なんか話になってるそうでじゃ、うん、復帰のうわさもあるってことそうえー、だって言ってたよメッシさんもうこの欧州のトップのプレッシャーの中でやるのはもう終わりにするみたいな、うん、そうなんですよだけど、うんうん それはメッシでしょうん。バウルスはバウルスは戻してんだ戻したよね確かにそうそうそう。でも本人がだって言ってんだよ。じゃあなんかね、これやっぱね、ビジネスサイドだとやっぱり、もう一回メッシ見られんだったら、じゃあもう何十億出してやるよとかっていうところとかもどうやらあるらしいですよ。ああ、そうですか。それゃこれだけの選手だもんね。だからメッシもじゃあ半年ならやるかとかそういうことはあるかもしんないよ、要は。はあ。 はあ、一応、だから、加入っていうふうには僕も書いたけど、これは、完全遺跡の話とかじゃなくて、一応、レンタルでなんじゃないかって話とかも出てるので、まだどうなるか分かりませんけど、ただ、いわゆる冬にこういう話が起こっても、まあ、話題を呼びますね、うん、またこれもね。そういう意味では、面白いってはありますね。そうな。<ー>だからよ、よまあ、僕はね、ブチ切れてるんだ、逆に。ブチ切れている、何、何、えー、どうして。まあまあ、ちょっと先に次いきますけど、はい タケの剣でブチギレそうになるってところになるんですけどね。そうなるとね。な何,何にを。我々のタケを、うん、要はバルサも惜しいって言ってるけど、うん、ちょっとね。うん、まだね。うん、メッシの二の、もうメッシの次ですよ。うん、メッシが取れないんだったら、ちょっと、ちょっと、お前、ちょっともう一回気分ないみたいな、そういうあれですよね。はあ。 あれ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 えメッシが、バルサとしてはメッシが欲しいわけじゃないですか。メッシ取れなかったら、でもウィングは欲しいわけじゃないですか。それで2番枠として竹が欲しいって言ってバルサはね。あユベントスって書いてあるよ、だって。一応でユベントスもそうらし、あとレアルもそうらし、リバプールもそうらし、アースナルもそうらし、いろんなところが狙ってるんだけど。そういうことよ。で、ちなみにユベも欲しいらしいです。すごい、モテモテじゃない。そうなんだよ。うん。 でただ、その下も見てます。はい。皆さん。3ちも欲しいんだって。うん,うん。うん。ただね、うん、今のゆうべってなんですけど、ついこの間の、うん、やってたシステムとかがあるんですが、うん、433の右やらせんならまあわかるじゃないうん。3511、うん、やってるんです。ほう。どこやんのって話で、だっけ。<laughs> なるほど三3511。 どこやるんですかっていう形なんですよね。まあ、まあ、どの道右のアウトサイドになるんでしょうけど、うん、その場合でも。トップ下じゃないのうん、いや、トップ下置いてるみたいな感じ、車、ま、道、あ、とかになるのかもしれないですけど、だから、3対1たの話でじゃないの、もうなんかわかんないな話でした、ね。<laughs> ださあ、どうか、どこやんのって話ですけど、うん、要は。なるほど まあ、二列目の一の可能性もあるけど、ただ、なんか、二人ともそういう系のプレイヤーではちょっとないような、ちょっとやっぱ右から入るだけは確かにトップ下もあるけど、上でやってるトップ下ってそういうことなのかなってのもちょっと疑問符が湧いてしまう。しうね。ごめんなさい。そうか、そうか。はい、はい、はい。っていうところで、まあ、ちょっとわかんねえな。だけど、まあ、やっぱ、やっぱ、要はそういう選手が来たらチーム作り変えるぐらいのことでもあるんだろうななるほどね。 一応、リバプールとかアースナルオマーサ狙ってんですって、うん、レアル。すごいですね。うん。で、レアルはほら、まあ今ね、ウィング置かないパターンにちょっとなってるけど、ビニシウスジュニーオールがちゃんと戻ってきてってことになると、まあ右竹左、ビニシウスみたいなことになると思うんですよね。うん、仮に取るんだったらね。うんうん、で、リバプールだったらサーラーの位置だし、サーラーが出る場合でね。で、アースナルだったらサーカーが出る場合でそこの位置だし、みたいなこと考えてるから。うん ある意味、レア、レリバプール、アースラ、そしてソシエダ残留なら今と同じポジションやれるからいいんだけど、他のチームっていうふうになるとちょっとどうなるかまだわかんないな、って感じて。はい,はい、はい、まあそんな感じになってるたいです。うん、いうことですと。はい。はい。ってことで上さんでしたと。うん、で、次。なんか新しい名前がやってまいりました。下から2番目で左側。うん、えー、ライブぜひの、うん、オペンダ選手。はい。 えー、チェルシーが冬の移籍史上でもまたアタッカーを取ろうとしております。うん、もう一体何人目のアタッカーなのか、もう分からないぐらいですね、<laughs> 夏と冬とで。そうですね。うん,うん。ただね、これ、チェルシーを見てらっしゃる方やっぱりより思ってるでしょうし、まあ、さあれなんですって、ん取ったじゃあ、はい、またいっぱい。うん、取った選手こそ怪我したんですよね。うん、また。はい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 。移籍でね。うんうん、だから、 ま,あまた取るぞって話になってんですって。はい、なんだけど、うん、結局ちょっと順位が上がってないっていうことと、あと監督的にも、ちょっと今別に選手が、まあ、今ね、怪我人で何人も足りてない状況だから、まあって話だけれども、選手の量が問題でなんだことではないみたいなこともちょっと話したりするみたいなので。うん なんか結局は、なんか監督の、監督の意向で選手を取ろうとしてるのか、それともチームのその会長オーナーみたいなところで取ろうとしてるのかっていうのがちょっと不安定だなってところがあるので。うんうん、あ、そうですね。なんかね、あんまてない、うんうん。そうなんですよね。っていうところがあるからちょっとどうなるのかなと心配な感じでございます。うん。そして、えー、左の一番下。はい。ジョン・フェリックス選手。はい。 えー、今年ねバルサにレンタルで加入した選手になりますけれども、うんうん、去年は、ねえー、後半戦、チェルシーとか行ってましたけれども、うんえー、今、インタビューとかでフルス、古巣アトレチコのことは絶対に聞かないでくれみたいなこと言ってるんです。聞かないでくれ、おなんででしょうもうあのシメオネ、シメオネの顔は見たくねえ、ちょっとチーム<ー>前のチームには戻りたくねえというか、ううからしくて、今もうバルサで僕は楽しくやってるんで、これだけいいプレーができてるだろう、前のことなんて聞かないでくれ、みたいな。うんなるほど だから本人も、まあ、このままバルサ完全に移籍することが、まあ、望んでることだし、うん、チームとしてもまあそうしたいみたいな感じになってるって、うん。なるほど。うん。ただ、ちょっとだけ問題なのが、あの、アトレチコに今、ほら、グリーズマンさんがまさにいらっしゃるじゃないですか。うん、グリーズマンをどうやらパリ・サンゼルマンがまた狙ってるみたいな話があって。調子いいもんね、まだまだね。そうなんですよ。うん だから彼がもしそっち行っちゃったらじゃあ誰ができるのってなると,ちょっとジョアン・フェリックス戻すかみたいなこともゼロじゃないんじゃないかっていうのがあるから、うん、まだどうなるかは分からない,いなるほどという感じでそしてあとは今度右側の方さらっとちょっと行っちゃいましょう今回日本にもやってこられるカナダ代表のアルフォーソ・デイビス選手ですが来年もパイエルにいる気はないよって状況なんですってへ<ー>まあ単純にその当人が契約延長望んでないといことがしいです。 で、レアルは今、左サイドバックをしていて、えー、もう来る、来年来る監督次第で、えー、左サイドバックがちょっとどうなるかな、みたいな感じ。うん、カマビンが現状は今はね、誰だっけごめんなさい、パッと言われてて、これ、うん、カマビンがね、中盤やってる。うん、この間確かでよ、うん、そうか、真麻ーー言った通り、左サイドバックもやってた方がいいから。うん、そうだ、そうだ。でも、てぐらいに、ちょっと左サイドバック欲しいんですあなるね。うん。 で、今、えー、ブンデスリーカーって、首位を走る、うん、シャビアロンソさん率いるレバークーゼン、いるんですけど、うん、あ,あ、てかその、レバークーゼンのシャビアロンソさんを、レアルは来年、徴兵するかもしれないって話と、うん、今、ブライトン率いるデゼルビさんを引っ張ってこようかって、今、2択ぐらいな感じになってる。あー、へー、なるほど、すごいですね、うん、デゼルビさん。ってなってくると、だから、ブンデス系であれば、 シャビアロン育つデイビスで左取っちゃうみたいなことになるかもしれないし、うん、ククレジャさんを取ろうとしてるっていう話もあったりするので、そのとほはククレジャ元、ね、うん、ブライトンでもありますか、はい。だからブライトン組でデゼルビさんとともになんてこともあるかもしれない、うん、みたいな監督によってもっててもことかそういうことですね。どうなるかという形でございます。はい、はい。そして、えー、残りの皆さんはまあさん、一応九 チームのエンブレもちょっと書かせていただいたんですけど、うんえ、所属がない方々を残り4人ちょっとご紹介させていただきます。はいはい。あ、ない。そうなんです、うん、ってことで、まずは川島さんと、なんとデヘアさん。デヘアもそうなんですか。そうなんですよ。ワザールも。そうなんです。<ー>で、まずちょっとキーパー2人からいこうと思います、はい、まあデヘアさんからいこうかな。もともと川島さんも、まあそうっちゃそうなんですけど、デヘアさんがめちゃくちゃオファーあったらしいんですよ。うん。 この夏も。なんだけど、うん、ちょっと年俸の面で合わなくて移籍市場を閉まるまでに話が進まなかったと。はいはいはい。いうことで今、浪人中って形にはなるんですが、<ー>これね、一説によるとですけど、川島さんもデヘアフさんも、あとここに挙げなかった他にもゴールキーパー何人かいるんですけど、うん、あえて夏スルーしたんじゃないかっていう説があるんです。あえてうん。ってのが、うん、実は、 3か月後の1月 &2 月、2> うん、ヨーロッパじゃないところって、はい、アジアカップみたいな、うん、代表のカップ戦で1か月めっちゃ人いなくなるんですよ、ヨーロッパ市場から。おー、はぁ、あはあ、はぁ。大会があ。はい,はいはいはい。っていうことで。はあぁ、チャンスはそこにもあると。そうなんです。無理せんでも。そう。はあ、で、毎年いわゆる、去年だったら、そのノイアーさんとかもそうでしたけど、うん、大体ぶっちゃけ各移籍市場のところって、 まあ、守護神クラス何人かおけがで残りのシーズン棒に振ってしまうみたいなこと残念ながらあったよう,うで,、ね、でしかも今回そのカップ戦があって代表戦でしかもほら、中2日中3日でみんな戦わなきゃいけないじゃない。その代表の方での怪我とかも起こりうるかもしれない。てなってなったら。もっといいクラブに行ける、いい連邦が取れる。そう。そうチャンスがあるぞと無理せんでも。そうなのよ。お<ー>っていうところで一回半年休ん,だんねその時にどっかと中途半端に契約してたらいけねえぞと。 そうなの。おえ、キーパー特にそういうの有利そうだもんねだって。そうなんだよね。なるほど。キーパーのその老い見たの結構多かったりするんで。大傷ですから。そうなんですよ。だからもしかしたら冬はたくさんそういうゴールキーパーの話が上がってくるかもしれません。ええ、うん、じゃあ今どこで練習？はい、ブルーロックで練習してるんですか？<laughs> ブルーロックでデヘアと川島さんがたくんでいいトレーニングができたらっつってさあ行くぞ世界へどこいんだろうね確かにね川島さんはなんかストラスブルーに近いんかアマチュアのクラブで調整してるみたいなのありまあそうですかはい色々みんなあるんでしょうねはい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 、はい、で一応その下アザールさんはいアザールさんはねあのたくさんいろんなチームからこちらもオファーがあったらしいんですけど、えー、こちら拒否した模様のああ なんか、身の回りいろいろ整理して、引退されるんじゃないかって話の方がくってそうなんですか。うん。<ー>でも、だったらその夏の段階で言うんじゃないかと思うから、だから、一応のクラブからだけオファー来なかったから、もう一回の市場だけ待ってみるとこあるのかな、とか思いましたけど。もしかね、ちょっとやっぱり、コンディション不良がずっとたたってたってところがあるんで、あえてだから今回スルーして、ちょっとコンディション整えるとか、体の、だから回復に当てるとかってこともあるのかなと思いま、と、まあ、本人の何かいろいろあるんでしょうね。 うね、もやめるんだったらね、一年サウジみたいなのもね、あるような移籍ウィンドウでしたけど、ね、そうなんですよね。そう、ねま、なん,かあるんでしょうこれはでしょうねあ<ー>、まあ。ということになっております。そしてえ、今日のラストでございます、うん、リンガード選手ですね。はい、はいえー。もともとノッティンガム・ブレストに、この間のシーズンまではいたんですけど、はい やめまして、うん、まあもう,もう30にはなってるんですけど、振動、うん、と呼ばれた彼もね。うん、なんかその後、ウエストハムに練習参加してるみたいな話はあったんですよ。うん、だから、まあ夏の市場でそこに入るのかなと思ったんだけど、入らなくて、はいで、そこから移動しまして、今は9月の後半からですね、アルイテファクというチームで、サー、い、えー、ですかそうなんですよはい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 。 練習してるということになっております。だからまあそれでも市場には間に合わなかった感じなんで、まあ冬で獲得ということになるのかなと思いますけど、はははまあ一応とこのアルイテファクト言ったら、あの監督でおなじみです。うん、この夏からスティーブン・ジェラードさんになりました。ああ、そうなんだ。はい。はい まあだからそういう系なのかなとちょっと思ったりはしますけれども、うんうん、果たして今後どうなるか、えー、ご注目いただければといや、なんかそれぞれですね、それぞれのレイヤーのお話ですね、これね。ですね、いろんなこと起こってんだなって思いますけど。はーはーはーもうね、はい、その点、こう、久保さんなんかは景気がいい話でございますね、これ一番ね。そうですね。一番世界が気にしている。一番お金が飛び交う。ね。いや、ほんとそうですね。一番上のレイヤーな気がします、ね、ここは。ほんとだ。 はい、ただね、ちょっと多忙な日が続いてますんで、そうだね、代表所持自体とかってこともかなせゼロじゃないと思うしね、り本当だね、休めるときは、うん、怪我だけはしないでいただきたい、怪我だけは本当にお気をつけください、そして順調にこう、キャリアをね、歩んでいってきてほしいものですね。うん